特急は原作小森洋一作画久保光郎による日本の漫画週刊少年マガジンにて2004年6号から2008年33号まで連載された海上保安庁第三管区海上保安本部羽田特殊救難基地をモデル題材としているタイトルの由来は創設当時の隊名の特殊救難隊の略称特救いたいから 単行本は全20巻。第12巻では、ゴッドハンド輝きと共演している。ちなみに、第11巻時点で、作中での時間は2005年4月以降ということになっているが、100km 公軍時に版が当時、発売されていなかった種の iPod を所持していたり、島本が2006年度推薦のシールがある本を読んで、いたりと一部に、 時代設定上のズレが生じている。主人公の神林兵庫は20歳、第七艦区佐世保海上保安部所属の海上保安官であり、新米潜水士。彼は漁に出たまま戻らない父親を待ち、ずっと海を眺めていた経験からこの職に就いた。ある海難をきっかけに、特急第三隊隊長の真田人、通称、新兵と出会い、その救助姿に、 特急に憧れを抱くようになる。数ヶ月後、1位になれば、特急へ行けるという第7艦区、第10管区合同潜水技術協議会を経て、特急へ。ひよこ隊として4人の仲間兼ライバルと共に4ヶ月の訓練に取り組み、途中、仲間の除隊や、大喧嘩、苦悩もあったがそれらも乗り越え、見事特急の隊員となった。そして、兵庫は、今日も、また、 全国各地で起こっている海難に立ち向かう。ひよこは特殊救難隊に配属され、約4ヶ月間の訓練を受けている潜水士に付けられる名称。その教育編成をひよこ隊と呼ぶ。3対1対2対4対6対1対2対3対4対5体特急。競技改編なお、競技改編の途中に、サナダと島本の海上保安大学校時代の話が、 挟まれている。入学したばかりの島本は、先輩であるサナダを勝手にライバル視していたが、ことごとくサナダに任されていた。ハイパーレス救変火災現場でサナダと日垣が再会したことをきっかけに、東京消防庁のハイパーレス救に研修で入隊することになる。研修中に、船舶火災が発生し消防と海保が連携して、救出活動を行うことになる。 ダムレス急変、第11管区海上法案本部に、機動救難班が発足することが決まり、6体副隊長である、高根が初代隊長として任命され、オレンジを脱ぐことになった。副隊長がかける6体は、次期副隊長を誰にするか迷っていた。本来は、石井が安藤や竹山に食事をおごり、立候補する気でほぼ石井で確定だろうと思われていたが、高根が、 カンバヤシの腕を無理やり上げさせ、六体、副隊長争いが勃発した。インドネシア大受信編全高山章のダムレスキューで、無茶をしてまで、人命救助をした兵庫は、完全に自信を失っていた。その頃、させぼへ帰っていたユリは、テレビで兵庫の無茶で危険なレスキューの実態を知る。その番組を見ていた、兵庫の母にも、もう無茶はしないでくれと伝言を頼まれる。坂崎は、 潜水士を引退。そして、東京に帰ったユリに、悪夢から覚めた兵庫が抱きつく。兵庫がユリに本音を話し、特急をやめると決意したその時、特急基地から電話があり、緊急で呼び出された。すると、インドネシアで一晩に10万人近くの人々が、亡くなるという大地震が発生したというニュースが流れ、特急基地はそのことで急ぎ回っていた。そして、海上保安庁からも、 国際緊急援助隊として、サナダ、島本、高根、神林の4人の派遣が決まった。現地に着くと、三村さんと島本の出会いが実現した。そして、ジャカルタの空の下、特急をやめると言った兵庫に、サナダは自身の過去を話し出す。その後テレビの取材で、兵庫が百合を一生大切にしますと、プロポーズしたが断られた。ありがとうございます。